フアンバティスタ・モリーヨは、ドミニカ共和国、サンペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の元プロ野球選手、ウトウ・オミギウチ。2001年にコロラド・ロッキーズと契約。2005年にはデトロイトのコメリカ・パークで行われたオールスター・フューチャーズ・ゲームに出場した。2006年9月24日にメジャーデビュー。2009年4月17日にミネソタ・ツインズに移籍。 11月19日、東北楽天ゴールデンイーグルス、入団が発表された。推定年俸5000万円で気高払いの1年、契約。当初阪神タイガースも獲得に興味を示していたが、11月9日に森井がツインズの40人枠に登録され、獲得の代償として遺跡金が必要となったことや、代理人を介さず、 ツインズに直接申し入れていた楽天が交渉を有利に進めたこともあり、阪神は獲得を断念した。2010年は開幕直後に離脱した福森和夫に代わるクローザーとして期待されたが、請求難のため4月10日に2軍で調整することになった。その後1軍に復帰するも右肘の炎症に悩まされ、9月には検査を受けるため帰国した。 一軍では7試合の当番に終わったが、12月1日に、球団から翌年の契約を継続することが発表された。2011年3月11日に起きた東日本大震災の後、家族を安心させるためという理由で帰国し、3月31日に再訪日の予定であったが結局戻らないまま、震災によって精神的なダメージを受けたという理由で対談を、 球団側に申し入れた。その後、4月14日に正式に対談が発表された。プロスポーツ選手が東日本大震災の影響により、所属チームから対談した例としては、サッカーベガルダ仙台のマルキーニョスに次ぐもので、プロ野球では初のケースであった。2012年3月25日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。 ギダイライノズ時代2013年より、中華職業棒玉大連盟のギダイライノズに所属。登録名は、今日か勝。2014年2月11日にボルチモアオリオールズと、マイナー契約を結んだ。オフに自由契約となる。2015年11月には、第1回、WBSC プレミア12に、ドミニカ共和国代表として出場。ありがとうございます。